インドネシアと日本の仏教の旅の洞察の展示。仏教文明の道、インドネシアのスリビアヤ帝国を追跡する展覧会が東京大使館で開かれており、歴史的なインドネシアと日本の仏教の連携を象徴しています。イベントは、インドネシア共和国東京大使館とインドニア共和国の教育、文化、研究、技術省の文化事務局の協力によるものです。ミクロネシア連邦諸国に認定されたインドネシア共和国の日本大使ヘリ・アクマディと、インドニア共和国東京大使館の教育、文化アタチェ・ユスリ・ワルディアとのは、この展覧会を効果的な文化促進戦略と表現した。ヘリ・アクマディは、文化を評価し、国際関係を強化するために、スリウィジャヤのような歴史を知ることの重要性を強調しました。私たちの歴史を理解することは重要な一歩です、とヘリは言った。展覧会中の訪問者とショーのチームとの交流は、写真展示を通じて歴史を紹介するための良い方法かもしれない、とユスリは説明した。スリビアヤ展のチームリーダーであるガトー・ガータマ氏は、展覧会の目的は、スリウィジャヤを紹介し、インドネシアと日本との仏教のつながりを探求することであると述べた。展覧会には歴史的地図、ムアロジャンビの場所の写真、絞りの布が展示されています。スプラティクノラハルジョとニーニースザンティのスリビア時代のアジアにおける仏教の発展に関する会話は、熱心な参加者から多くの質問を引き寄せた。インドネシア共和国教育、文化、研究技術省の文化事務総長のヒルマ・アルファリド氏は、この協力が日本におけるインドネシア文化の促進を強化することを願っている。展覧会はまた、両国間の外交関係の65周年とインドネシアの文化遺産の促進を祝う。